여러분 안녕하십니까? それでは 4BD やっていきましょう。 目的意識を持ってやってくださいね。 中級の方であれば必ず聞き取れる、そんな優しい音声です。 ただ集中して聞き取ろうっていう姿勢で持って聞かないと、なかなか聞き取りの力はついていかないんですね。 黒のボールペン構えてください。行きましょう。 휴대전화만 있으면 연락이 되기 때문에 2번째 휴대전화만 있으면 연락이 되기 때문에 아오です. 휴대전화만 있으면 연락이 되기 때문에 どこが聞き取れなかったですか? そこに集中して前後の文脈から意味を予測して聞いてください。 赤です。 휴대전화만 있으면 연락이 되기 때문에 確認しましょう。 휴대전화만 전화 正確に書けているでしょうか? 있으면 연락이 って言ってますね。 연락 これは流音化 4락と書きます。4락연락이되기때문에되다この綴りはこちらですね。되기때문에携帯電話さえあれば連絡できるので。さて次行きましょう。 저는 한동안 편지를 쓰지 않았습니다. 미도리. 저는 한동안 편지를 쓰지 않았습니다. 頭の中で韓国語を保持しようとしている。その状態が大変いいんですね。 아오. 저는 한동안 편지를 쓰지 않았습니다. 뭐 大丈夫でしょうか? 正確に書けているでしょうか? 確認の意味で最後聞いてください。 저는 한동안 편지를 쓰지 않았습니다. はい、確認です。 저는 한동안 正確に書けたでしょうか? 동안っていうのは間、半、동안、ある一定の期間ということですね。 一時期、半동안、편지、これの はい、確認です。 저는 한동안 正確に書けたでしょうか? 동안っていうのは間、半、동안、ある一定の期間ということですね。 一時期、半동안、편지、これの N、正確に書けてますか? こういうところ、初級単語でも意識をしないとピョン NG で書いてる方いらっしゃるんじゃないですかね。ピョンジ、ピョン、ピョンジ、ルスジ、これはノーンですよ。スジアナスミダ、正確に書けてるでしょうか。それでは一緒にシャドウイングしていきましょう。휴대전화만 있으면 연락이 되기 때문에 저는 한동안 편지를 쓰지 않았습니다。 それでは皆さんはモデル音声に従ってもう一度シャドウイングしてください。そして繰り返し音読なさってくださいね。間違えた綴りは繰り返し書いて、もう二度と間違えないようにしっかりと覚えてください。毎日こうやって伸びていきましょう。 휴대전화만 있으면 연락이 되기 때문에 저는 한동안 편지를 쓰지 않았습니다。